ちょっと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 閉じられちゃった。ちょっと今うちにちゃんちゃん捨てましょう。あ、やんな。ちょっと待って、もうやめちゃってください。でもうるせえ。痛い。いや、これ何なの。ダメだよ、これ言っちゃダメ。私もだから。そうだ、ちょっと待って、やんなくていい。よろしくお願いします。お疲れ様です。お疲れ様です。はい、はい、いやちょっと最近キクンチがもう物だらけになってきてますよね。ちょっとゴミ屋敷かというかね、はい、あ、まあ誰が言ってんだって話もあるんですけど、やっぱり自分家がゴミ屋敷だからそうなってほしくないみたいなことですいや、もう撮影部屋でしょ。いや、撮影部屋人が住んでます、まあ、ただ人が住んでるからこそまあ綺麗にした方がいいとは思いますけどね。はい、いや、まだ引っ越したばっかだからあれですけど、これからあの仮面の湿気とかもなんかどんどんこもっていって、もうまたあのカビ臭い感じになるよ。昔住んでた柏の部屋ね、はい、動画にも残ってるんですけど、ほんとカビだらけでね、はい、ゴキブリとかも100匹以上ってたって自分でおっしゃってたんで、はい、で本人はゴキブリ好きだからいいとか言ってるんですけど僕らは嫌じゃないですか。カビもゴキブリも嫌いなんで、はい、あの泊まりに行った時とか僕本当に一睡も嫌なんですよ。正直苦痛で。いや、僕は酒をガバガバ飲むことによってちょっと脳みそを巻きさせて。あなたはすごい寝てましたけど、ちょっと今後これが進化していくとちょっと怖いです。はい、部屋入れないです。もうそろそろ梅雨入りますからね、はい、こっからやばいと思いますよ。で、ほらこの間動画でも言ったんだけど、はい、キクさんは片付けてほしくないらしいんですよ、はい、あれが逆に片しちゃうと落ち着かないんですよ、はい、なんか不安になる、なんか殴ればいいんですよ。腹が立つ。ちなみにキクさんがどうとかってわけじゃないですけど、テレビで見たゴミ屋敷のおじさんは同じこと言ってます。キクさんがそうとは言ってないですよ、僕は。だから一緒ですよ。あいつに判断権持たせちゃダメなんですよ。だからまあゴミ屋敷になる前にね、はい、なんとかしてあげたいってのはありますからね、はい、まあ一応3段階用意してるんですけど、はい、今なんか喘息言ってるじゃないですか。最近よく言ってます、喉痛いって、はい、うん、それ全部ホコリのせいだとか言えば、あー、なるほどね、うん、喉痛い嫌だから勝たせてくれるかもしれない。はいはい、私マーさんも心配してました、これ家が汚いせいじゃないか。はいはい、あいつなんかちょっと地震のことも怖がってたと思うんだよ。ああ、そうなんですか。だからこのまま地震来たらこれが崩れてきて死んじゃうぞって。はい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 、まあもう死んだ方がいい。生きててまた何が死ぬの怖いのか分かんない。全員それ、それ言い出したら何が楽しいんだ俺ら。それ一個なしでしょ、それ言ったら全部崩れちゃう、このチャンネルは。我慢は楽しいですね。みんな共倒れしちゃうんで、それは言わないであげてください。楽しいんですよ、それぞれ。あれ楽しいか。楽しいんだよ。歯もなくて。あなただって僕、まあ僕だって、あなたって僕だって、みんなが何が楽しいんだって気がするわ。僕は楽しいですけど。それはもういいじゃないですか。まあいいや。
切り札なんですけど、この前気づいたんだけど、なんかあいつね、前の旦那が幽霊になってきてるとか、うん、嘘つくじゃないですか。お父さんとか、うん、おじいちゃんとかおばあちゃんとか、はい、来てるとかも言ってますね、はい、まあ多分嘘だと思うんですけど、うん、僕も祝ってきたんでそういう幽霊見えないのに嘘の話しとったら悪霊が寄ってくるぞってちょっとかましてみたら、うん、急にドキッとしたのか3秒ぐらい黙ったんですよ。わかりやすい人ですね。そのね、物が多いと悪い霊がたまるぞとか、うん、そう霊的なことでちょっと攻めていこうかなって。確かにね、キキさん、はい、お化けとか結構気にするんで、それ聞くかもしれないですね、はい、あと実際にね、なんかたまたま YouTube で見たんですけど、そういうことあるんですって。物にそう悪いものが寄ってくるみたいなのは、ああなるほど、うん、聞いたことあります。ああ、なんかミニマニストが言ってましたけど、まあそいつ自体もなんかうさんくさいやつですけど、お前に言われたくない。私聞いたことあります。なんか物捨てただけでなんか偉そうにしやがって何も生み出してねえじゃねえかよあいつ。お前何にも仕事してても偉そうじゃん。何か生み出せ。人は人。確かにね。物には何か宿るって言いますから、魂。ああいう中古品とか、そういうものが家に多いから、それは聞くかもしれない。まあ、バックオフでばっか買っていくのは、ね、人一倍、確かにね、年がこもっていいでしょう。じゃあ、今、部屋には幽霊がギチギチってことですよね。ああ、もうギチギチです。あ、じゃあ、それを追い出すためにも、片付けましょうと。はい。ちょっと、3段階でいきましょう。わかりました。邪魔します。ちょっとまた買いません。ちょっと蚊取り線香炊きましょうか。あのペーパーと、うん、ペーパーマットあります。はい、じゃあちょっとお話ししましょう。行きましょうか。まあさんとかにも。お疲れ様です。お疲れ様です。じゃあ奥でいいですよ全然。はいはい、もうこのまま。はい、喘息なのか。いや、でもさ、喉の調子悪いってね、うん、よくおっしゃってたから。外に出て半袖で外出たらもう風邪ひいちゃったんですか。そんぐらい引くか、うん、はい、はい、すぐ聞いちゃうんです、はい、今日結構あったかいですけど。あと喘息持ってるんだろ。持ってるよ。はい、なんか最近も喉痛い喉痛いって言ってたんですけど、うんうん、あのもう私も原因分かりました。このゴミ屋敷のせいですよ。そんなんじゃありません。はい。違います。ほこりのせいです。ここはやらなくていいです。わかんなくなっちゃう書類。書類とかいらねえだろ、お前に書類。あ、また、何こいつの書類だ。あ、また、喉痛いキャラか。うるさい。ここはいいです、やなくて。いや、本当死んじゃうぞ、お前。で、あれ少しだったらいいです。何少しずつやるからって。少しずつやんねえだろ。やるやぞ、で。やんねえから、どんどん体壊れていいじゃねえかよ。絶対埃でしょ。埃、だから喘息ってのは、はい、埃でみんな、うん、うちのおばさんもあのやっぱり、うん、茨城が柏に来て、うん、もう埃がすんげえ、お寺やったんだけど、すんげえ埃で、で喘息になって、一番良くないですからね、埃はね、はい、うん、よし、うん、じゃあもう今からやりましょうか。ダメダメダメじゃない。ちょっと。やだ。え、ちゃんと謝ればきた通じるよ。はい、キクさんごめんなさい。うるさい。キクさんごめんなさい。ダメだよ、私がやってるところぐずぐずやって、誰にだけやるんだから。はい、ごめんなさい。やだやだじゃねえだろ、これやろ。お前立てに出てたらガチャ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 よ。おい、一緒じゃない。ね、ダメなの、俺いいだろ、俺の方が強いんだから。ダメダメ。じゃあ、なんだよ。もう、飛ばして、例の話に行きましょう。あ、もう、飛ばします。はい。
ちょっと、真剣な話なんだけど、菊ちゃん。聞いてますか？何？あのね、その、この、物が多いと、その、物に悪霊みたいなのが寄ってくるみたいなのよ。ちょっとね、俺の知り合いのあの、幽霊とか見える人にちょっと動画見たときになんか、ね、黒いオーブっていうかなんかそういうのが見えたって。しかもなんかここで買ってるものってブックオフのものとか多いでしょ。はい。そういう人が一旦触れたものとかもその人の念みたいなのが入ってるから、でも、その悪い気みたいなのが溜まりやすいんだって。じゃあそっちの部屋霊いっぱいいるんですか、ヨガさん。あ、もう幽霊いっぱいいるって。オーブンとか言いますからね。何体いるか教えてあげた。何体？いやー、もう正確にはわかんないけど、1万体ぐらい。ギッチギチじゃないですか。いや、でもそんぐらいに見えたって。あ、そんなに。いや、もう数え切れないぐらい。ぐわーって。うわ、怖いな。ちょっと開けますよ。ダメ、来ちゃダメ。じゃあ、もうこれ取り憑かれてるかもしんねえな。これは取り憑かれてる状態だ。体調悪いだろ、最近。喉だけだよ。喉が痛いと。いや、マジで、ちょっと、見える人が見たら、なんか、すごい黒ずんでるって、そっち。もうほら。全部ここで寝てるでしょ、はい、あっちにも寝てないから。だから、あんまり、いじらねえ。あ、今二人ここで寝てるんですか？ここで寝てる。あ、あそこで寝なかった。もう寝ないですもん。いやー、それちょっと危ないな。さあ、危ないですか？うん。マジで、うん。結構霊的なあれで危ないですか？はい。そっか。なんだ？行け！出て行け！聞いてますかね？ほら出て行け！開くよ！ほら開くよ！この野郎！ダメですね。ダメですね。一旦じゃあ。出てこなくなっちゃうじゃん、なんなら部屋から。うん、あ、出てちょっと、もう引き込み折りを出す人になってるって。出てこい。ほら、悪霊出てこい。痛い。悪霊。
危ない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 。これ止め直さなきゃあんな。一回これを直しましょう。一回これ取りましょう。よし、じゃあよし、片付けやりましょうか。ゴミだけ、ゴミとか。どうしましょう。一回お経を止めましょう。一回お経止めて。はいはい。ビロコレコナイサンチーばあちゃんのこれよくいいよ、早くやちいいよ、やっとね片付けないとやだな、やだ、あとで片付けるよ、いいよ、こういう感じだからようじゃ、ちょっと限りつかねえんだよ。どうしましょう。マサン、マサン的にはどうですか、片したい感じなんですか。もう、じゃもう、ほら、やっぱりね汚いから、そりゃ。いや、こっちでやから。うん。ばあちゃん殺すからな、お金。わかんのも。ばあちゃん殺すって言ってますよ。使わないものは全くないんですかね。もうほとんどもう。カビとかがね、これからほら、梅雨だから。うん、ですよね。うん、だ、いいです、あとでやるから。かよ、いっちょ、やって言ってよ。あたしも喉いなくちゃねえんだ、言ってやしく。臭いもの虫かねえのに。おめえ臭いもの虫ねえのかこの野郎。僕のキャラもだから、いや、キクちゃん、うるさい、もう片付けないと。やだ、虫かねえよ、ね、虫かねえよ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 、痛いよ、若さん、痛いよ、痛いよ、痛いよ、泣いてますよ。ほら、こんなものいないやろ。なあ。全部いる。全部いる。全部いるんだって。全部。もうやだ、もうやだ。もうそこだけやめろ、もう。ゴンビーがね。どうしましょう。本当にちょっとその、袋とかゴミとかね、うん、そういうの、体がみんなね、心配してるんですよね、うん、キクさんのね。うん、喉と。そう言ったと分かんないもん。うん。まあ、じゃあこれ直して。あ、これ直しますよ、僕ら全然。やりますから、大丈夫です。だから今日はいいから行っても、親だよ、薬は布団着たくない。移動するのもダメな感じなんですか。あ、そっかそっか。そこが多分ね、カビがすごくなっちゃうんですよね、奥が。雨、ほら、ポッとこぼれちゃう。そこをちょっとこうずらすとか。あ、雨。ねえ、このおちゃんまだこんなに隠したんか。ねえねえって言ってたけど。でもなんかね、さっき調べたらそれは本当だったんですよね。その霊が集まりやすいっていうのは。これバチなのよ。うん。だから、いいです、今日は。もう、そのまま一人で行くわ、ダメ。国安さんとかもね。うん。国安さんのためにもね。ダメだ、国安さん怒ってからダメだ。ダメ。あ、だからそういう幽霊見えないのに見えるふりしたら本当は悪霊寄ってきますよ。見えなかったね、本当に見えんだよ、このサウダ。見えないでしょ。見える。いや、もうそういうのも分かりますよ、見る人が見たら。髪くずれてる。飛んでたらダメだ、もうそれじゃあ、それじゃあ。本当にやっていけよ。ただ、こう、ブワーって真っ黒に見えるみたいなんだよ。うるさい、そんな知らない。知らないって、うん。だから体調悪いでしょ、あなた。なんか分かんない、いいよ。俺もなんか、体調悪いの軽くバカにしたけど、マジな口調に湧いたのよ。くもりザウルスさんってわかる？あの、霊感チャンネルやってる人。誰も？ね。知らないじゃなくて。うん。ちょっと飲む機会あって、たまたまなんか、あ、話聞けや。うちゃい。じゃあ、ちょ、ストップ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 。いけいけいけ。いや、ラッキー言ってよ。その、ガムテープとかそういうのとか、例えばちょっとね、これガム、まとめて移動すると。だけでも全然違うと思うんですよね。カビ生えちゃうと、そっからキクさんのあれに入っちゃうから、そう、心配してて、
ガムテープだったらほらすぐ使わないじゃないですか。普通は本当、こういうのもテープね。うん。いいよ、今日はやらなくて。後でやるからいいよ、少しずつ。後でって言ってこんだけ積もってきたんだろう。ね、いいよ、後でやるから、ダメ今日は。ああ、ダメじゃない。ダメ、ダメ今日は。ああ、じゃあ。ダメじゃない。あの、じゃあ、岩川さん。はい。今度、もし、そういうやるってやんなかった場合は、はい。あの、すいませんけど、じゃあ、岩川さん、こっちと菊のところ預かってもらいたいんだ。その約束で、預かってください。僕が預かるんですか？そう、うん。なあ、それでいいよ、だからな。そうね、お前やるさんだから。あ、じゃあ、掃除は、今日は無理だけども、うん、今度俺、今後はやるっていう。うん、もしやんなかったら、岩川さん連れてください、菊のところ。そういう約束で。いや、これはもう本当に。いや、わかりました。いいな、ばばな。持って帰りますよ。うん。ああ、うん。なんだこいつ。あと単純に食べ物とかも湿気で腐っちゃうと思うんですよね、うん、この辺のが。食べ物だけでも移動した方がいいかもしれない。もう全部もう、うん、やんないと思う。せっかくほら、高畑不動で買ってきたお菓子とかも、腐っちゃうから、食べ物あの、上だけでもいいからもう やりたい。それとも少しできるから。うん。いいよ、じゃあ、やるから、そで。うん、やんないでしょ。やる。目が回っちゃって。ほら、やんないでしょ、やるやる。やる。やるよ。それが用事全部済んだら。うん、明日行くしかない。なんで用事って。いや、ちょっと待ってほしいから、まーちゃん。もしあなた、じゃあ、行ってね、岩川さんとこね。僕今日は頼んだんだから、岩川さんに。もう、なんだ、もう、はい、うん、お持ち帰りでも、1年ぐらいでも、はい、1年、2年でも、もう、岩川さんのちょっと、うん。僕の負担だけは大きくなる。片付けるからいいよ、そこも片付けて。じゃあ、それだから出たよな。それちゃんと言うよ、あの。はい、ちょっと口やるよ。あんなって、お前殺すかな。あ、掃除する代わりにセックスしてくれってことですか。じゃあしてもらってもいいですか。いいですか。はい。それ止めたら、お前、今から殺すかな、お前。うん、あ、二人殺されちゃう可能性があるんで、このチャンネルから。今ね、ちょっと事故で落ちちゃいましたけど、でもやっぱ広くなりますよね、一気に。なんか、たまたまですけどね。全然違いますね。まーちゃん直して。このよく。いや、そもそもそんな服いらないのよ。この猫何？そうね、焼きそばさんが来ます。うん。そっかそっか。これ言ってもダメだもん、こいつはもう。でも、服は着ないから服を例えばまとめるだけでもダメなんですかね。うん、それしかないんだって、うん、服をまとめるだけもダメだぞ。自分は自分でまとめますからいいです。うん、あんま折れないんだったら殴るよ。大人だろお前。のどいで。のどいたくなっちゃった。はい、服まとめましょう。いや、いいです。いいですってやんねえだろ。いや、いいよ、これ気が強いだからパッチやなくなったからやだよ。殴られていいか。やだよ、パッチ。あ、じゃあ、パンティーが嫌なんでよ、やだよ。あ、うちゃん、じゃあ、パンティー自分でやれ、今。無理です、喉になくて。え、後でやります。え、喉持っといたくしちゃう。いやいや、やばさ、やばさ。違う。危ない、危ない、危ない。袋にまとめるのどうすかね、キックさん。例えば、移動しなくていいんで、例えば、これ1個の袋に靴下って書いて、靴下をまとめてそこに置いといたら、後でキックさんが一人で全部できるじゃないですか。はい、そしたら梅雨になった時に移動しやすいんじゃないかな。全部木の袋がダメです。え木の袋。何あの、靴下は靴下だけ袋に入れるのはダメなの？あ、ほら、あそこにもう崩れちゃいそうになってるじゃないですか。うんうんうん、ここに入れとけば崩れないし、うんうん、で、そこに置いといていいと思うんですよ。安心するんであればね。うんうん、で、すぐ、ほら、袋こうやって掴んで移動できるじゃないですか、まとめたら。それをね、全然僕らも手伝うし、一、うん、人やったら大変だからね、キ、は、ク、い、さん。うん。嘘。だけどいいです、今日は。後で。後で一人の方が大変かもしれないと思うんですけどね。うん、いいです。腰痛いしね、うん。腰痛いからいいです。今日はいいです、本当に。みんなでやったら終わりますよね。はい。うん。全然ふざけたりしないから大丈夫、はいはいはい、本当にキクさん。キクさん。いや、嫌です、私もう。嫌なことやられたらもう嫌なの、私は。ね。
うんじゃ、もっと嫌だから。ちょっと、若さ。じゃ、悪循環。まあまあ、これやろう。やめなさい、やめなさい。若さ。うん、まあまあ。なくなっちゃうから。力でたまらせればいいんだよ、こんなもんよ。黙らないじゃん。うん、なんだろう。ちょっと。何やってちょっと、若さ。なんだよじゃねえよ。だからもうみんな掃除すればいいやろ今日。じゃあこれがマコだ。うん、そうだ、いい。いいよ今日。自分でやるからいいよ。なんでだろお前。やるよ。やるからいいよ。それから妖怪よくないんだ。よくの袋に入れたら全部いいよ、それで。やるよ全部。あとで。じゃあいつまでやるんだ。用事は全部済んだらやるよ。用事って いつだよそれは。ほら。何月何日までにやりますか？大人でしょうが。はい。決めましょう。今日だったらみんなでやりますよ。何月何日までやるんですか？3ヶ月かかっちゃうけどやります。3ヶ月は遅いです。もう、梅雨入ってますよ。もうカビだらけになりますよ。あのファックスってずっと使ってないんですか？ああ、ファックスは使ってないですよね。もう使ってません、あれも。うん、あれも。例えば、あれ1個どかすだけも俺全然違うと思うんだよね。使ってないものとか。うん。使ってない、キクさん、あれだったらほら、ファックス使ってないですもんね。あれとは大丈夫なんじゃないですか？あ、もういいですね。あれもほら、ゴミで出せるときって、決まってるでしょ、うん、はい。うん。あそこ1個置くだけでね、なんか多分、また別のものが置けたりとかして、うん。よし。これはいい。どうかな？あ、すごい入れません、あれ。あれだったらいいんじゃないですか？ね、ファックスだったらもう使わないし。うん、よし、ファックスステーカー。うん。ファックスだ。いらないものからやってみようね、明らかに。そうそう。あ、撮りました。あ、そっから撮らなきゃいけないのか。そこ通れないから、ベランダ経由しないとね、テレビの前行けないの。そうか、そうか。これも使わないですもんね。ほんま、つけませんね。これちょっといいですか？あ、もう、ほこりすごいね。ああ、ちょっと、あ、ほら、だってこんなに、ちょっと見ていいですか？ほこりの量。ここで見せてください。ちょっと一旦、ほら、こんなに、ここに。これ、柏使ったやつ。これよくない。これで生活。そこ持ち出したら、この家に置いちゃダメだ。でもほら、あんなにスペースが一個空きましたよ。ね、あんな感じで。よし。だから、キクさんがいじって、欲しくない、全然いじんなくていいと思うのよね。いいから、あっち行ってて、ちょっと。あっち行ってて。ダメだった。ん？ダメでした。でも、ファックス1個できましたから。もうこれで終わりですか、今日。ファックス1個か。いや、自分でやるから。あ、うんじゃあ、出かけましょう。やっといてもらいましょう。まさ、出かけましょう。大丈夫やろ？うん。出かけましょう、出かけましょう。もう、外に動画撮りましょう。汚いもん、本当に。うん。これじゃ今日はできない。うん、うん。あ、まあ、まあ、外へ行きましょう。豚小屋だもん。うん。お腹さん行けた。片付けないと、これ、ここ。うん。うん？損害できないやつがなんで片付けられるんだよ。待て。片付けるって、おめえが言ったんだろ。おめえがやれ、この野郎。待て、いて。あ、じゃあ、おめえめえ言ったら自分でやるって。いや、いいから。だから、今日だったらみんなでやりますよって言ってますよ。いい。まぁ、あ、ちょっと二人でちょっとやるから。ちょっと、そこ。ちょっと、聞こえ。まぁ、あ、この世界に連れてかれちゃった。二人でやるからいい。二人でやるからいいです。そんな邪魔しないで。いいから。二人で掃除するんですか？髪の毛直してからやるから、ほら。髪直したらダメだから、見てくれ。今から二人で掃除するんですか？ほら、どうじゃ、なんでこれ電気つけるの？これ。いっちゃんだ。で、結局、暴力しかないじゃん。違いますよ。え？そんな感じでないじゃん。じゃあ、交渉してくれよ。そう、文化的な解決の仕方は見せてくれよ。暴力でも絶対ない。結局、
壁が一個できちゃいましたね。あの暴力使ったの。ほら、髪や、またほら、髪が始まっちゃったし。いや、だから中途半端にやるからダメなんだよ。もっと完膚なきまで暴力使えば、言うことを聞くんだよ、ああいうのもね。怒っちゃったの。うん。不思議ですね。襖が取れたのに壁が見えますね。でも今あのファックスみたいに出せるものはあるはずだと思うんだよね。明らかにね、いらないものだけでも攻めて、うん、全然違うと思うんだよね。あ、そっちやっぱカーテン開くと明るいですね、うん、ああ傘も2つあるのか。傘は玄関とか、うん、傘は玄関でいいでしょう。傘は玄関、あ、はいはい、私、うん、ちょっと言いますよ、傘、うん、今日はダメ、トランプ、トランプ、トランプだ。埃かぶったトランプ、いつ使うんですかね。なんだよ、そのトランプとかよ。あれ、一緒にもらってるぞ。あ、傘、じゃあ、傘はそこで、一個ね。傘はこっち。まあまあ、一旦、うん、こっちで。こうやってやれば、ちょっとずつでも。少しずつね。これ、ここね、いらないよ。それいらない。うん、ああ、これ。いらない、こんなの。まずいよ、これ、そんなの取ってたら。ん？ね、何がいるって言ってんだ。ティッシュ。まずいよ、これ、残っちゃしたら、これ。何ですか？あ、薬ですか？そうです。いつの薬かな？薬も期限とかあったりしますか？結構、体壊しちゃうかもしれない。薬の期限はいつだ、これは。じゃあ、期限だけ見ましょう。やだよ、やだよ。期限はいつだよ。ダメ、マジダメ、ダメ、ダメ、やだ。だから、賞味期限あるから。あ、飲まないよ、こんなのおめえ。飲まないけど、マジでしょ、これ。飲まないけどってどういうことだ？飲まないけど、何取っとくんだ？これ、熱いしろだ。あ。死んじゃうのだな。え？死んじゃう。これ、柏木にいた頃の薬。柏木にいた頃の薬。ああ、じゃあもう。うま、ひとさが。ああ、なんか、段ボール書いてあったのか。よし、あるんだよ。送ってくれた時にね。ああ。だから気持ちだけもらって、うん、ね。ありがとうございます、書いてくれたから。ダメだ、ピアスだ。こんな汚いな。汚いですか、マーさん。え？見てもいいですか？なんか思い出も、これは、スマホ用壁ストラップの、あ、首からぶら下げるやつの、あ、が、その紐がついてた ケースじゃないけど。あ、売ってる時についてたやつこれを取っといてるんですね。これはもういらないですね。あ、もうない。これなんだよ。糊とかいっぱいありますね。これダメです。これダメだ。はい、これです。その中、下ってどんな感じになってるんですか？ちょっと下、これ取ってもらう。ちょっと下、はい。あ、IC レコーダーで行きました。そんな優秀なものが眠ってたんですね。ボイスレコーダーダメだよ。ん？首コムだから。何？ボイスレコーダーダメ。首コムだから。首コムってなんだ？あの、マーさんの。お友達の。そうそうそう。ダメ。貸して。うん、どれが？これ、みんなで、ここやんないで、ここは。ここはやんないで、お願い。あんたからあげて。わかりましたから。はい。じゃんじゃん、捨てましょう。じゃんじゃん、捨てるものがないよ。もうだいぶ綺麗になった。早く持ってこい、ボイスレコーダー。これ、袋をまとめて。はい。じゃあ、ボイスレコーダー持ってこいよ、早く。押しってなんだよ。さっきやっちゃっちゃうよ、ボイスレコーダー。ん？はい、してよ、それ。いらねえだろ、これ。首コロだよ。ほら。はい、ダメです。ダメじゃない、怒られる。誰が怒られるんだよ。まーちゃん、言えよ、ほら。いらねえ、その首コロってバカ。うん。首コロ持ってるバカ。いらねえ、あんなの。ばあちゃん、もういいかな、ここは。なんだよ。シーツのトラップ持ってきちゃって。バカ痛いで。何パーだっけ怒られかな、シートトラップ。シートトラップ怒られる。ああ。まあじゃねえよ、おめえ、こさりかな。おう、そうしてみた。まあじゃね、どうすんだよ。取れよ、トランプ。あ、トランプだけで3個あります。4個ですね。はい、あるトランプ。あ、はいはい。トランプだけで4個あります。ああ
なんでこんなトランプいっぱい買うの？ビーズの傘の味じゃない。あのほら、自殺してしまったしげきさんが買ったらしい。うん、しげき、あのバイクで自殺しちゃった人、うん、ああ、じゃあもう捨てろ捨てろ、女、うん、縁起悪い。だからね、そうい、ん、ほら、でもそのすごい、めっちゃ綺麗になった。こんなに違うんだ、ほら。わ、すごい綺麗になった。こんな調子でいったら、あの床がね、全部広がると思ったらすごい。うん、よし、いいっすよね。どんどん捨てていきましょう。もういいです。もうまたいいよ、後でやるから、私は。なんでこっち来んだよ。これいらんやろ。これはなんだ、髪飾りだよ、なんだよ。やだ、やだよ、髪飾り。買ってこい。うん、よし、今うちにちゃんちゃん捨てましょう。あ、やんだ。あ、やろう。まだまだ、まだまだ、こうやってね、やるんですよ、これ、本当に。返してよ、早く、髪飾り。あ、自分で刺しちゃったことあるんですか。刺したんです、こいつ。頭殴ったらするんです、これ、頭。こっち来い、こっち来い。やだ。こっち来い。なんでぐちゃぐちゃしちゃって、これ。もう、よし、もう、じゃもう、じゃんじゃん片付きましょう。もう。もういいよ、まーちゃん。じゃ、ね、もういい。もういいから、そこに。サバンクとはまた持ってないからな。そこにあんたがいな。それ、痛くなっちゃう話あるからな。それこそ、こいつ騒いでと思う。それこそ、ほら、書類大事なものは、うん、書類棚みたいなのが一番あった方がいいかもしれない。そしたら、すぐ出せるのかなって。いざという時出せない。いいこれ、確かにもういらないんだ。うん、どうしたらさ、いいよ、やんなくていい。あはは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 はまさん、まさん、まさん、一回。とりあえずをつきましょう。ごめんなさい。すまんない。あ、あ、でも言うこと聞くようになった。よかった。じゃあ、よし、かたすか。よし、かたしましょう。まさん、つきましょう。うん。大丈夫です、大丈夫です。大丈夫です。みんなでやれば終わる。はい、みんなでやりましょう。よし、かたしていこう。うん。これも手伝いますよ。みんなでつけちゃう。うん。かたしましょう、かたしましょう。よし。まだ、これもだ。やっぱこれ、ここ好きです。これ、ゴミ出してるね。ここ若いのもう大丈夫。またそれ、あれ入ってんだから、してないで。してないで。うん。あ、まあ、まあさんもね、ちょっと溜まっててね。イライラしちゃった部分が。そうですね。あったのかもね。まあ、まあさんもね、やっぱ一緒に住んでみなくて。ね、思うことあったんでしょ。これぐらいにしますよ、これ。あ、またそれも、うん、あ、まずもらってきます、僕らが全部ティッシュから、ティッシュがある。マジシャンみたいな、うん、ありがとうございます。あ、見えてきた、見えてきた。あ、見えてきた、ほら見えてきた。これダメだよ、これ、あれ入ってんだから。それまとめてもらう。え、シュー、ほんとウケないの。手がかゆいよね。かゆい、ほんとかゆい。あ、床が見えてきた。すごい。これ時計か。時計多すぎるもん。時計が圧倒的に多いんだよね。ですね。はい。喘息でも。はい。地震でも、はい、霊でもなく、はい、マーさんでしたね。はい。地震雷火事親父の地震雷火事マサジでした。マーさんが来てると言うこと聞くんです。ああ、これありがたいね。
切れる演技覚えてほしいね。だから、まあ、まさに申し訳ないけど、切れる風な雰囲気を作って、ああいう風にしてもらえれば、いいんじゃない、他の状況でも。すごい重々になったもんね。まあ正直キクさん自身にもいいしね、こうやって掃除した方が全然違うし、まあ痒いもん俺足、いや俺も首痒いわ今ちょっとやっただけでゴミこんなに出てんだから。いや、やってくれるならありがたいよ、同じゴミ屋敷住人として。すげえ綺麗になったじゃん。司令官がいっぱいいろいろ司令出しました。カバンも本当に欲しいの、ちょっとセレクションしてみよう。ジュース、ジュース来た。何、それこそパッケージ掃除しないと出てこない。ジュース来た。ジュースの蓋ね、掃除したら出てくるから絶対見つけたら、はい、多分今ちょっとごちゃごちゃしてる、はい、綺麗にすれば出てきます、はい。これダメ、あれあれあれが大事なの。ダメ、違います。私も全部出たもの。結果こうです。握手。使われたのこれ。これ。使うよ。何やの。どこ行きないで。ん、それをマサ聞いて。もうやらなくていいよ。もうマーさんが OK なら OK。 私がやるからいい。もうゴミ、ほこりすごいね、これ、これ、スタートもこれ、いやこれだったらきついわ。かけます掃除機。もう洗濯しちゃう、取るんで。うるさい。さあ、でもだいぶ違いますね。全然。ねえ、よかったですね。本当にありがとうございます。本当に。助かります、本当に。いや、ここ行けなくていいです。ここはもう、もういい。あ、ここは行けないです。大丈夫だね。こっちでしょ、もう掃除かけるの。ここは行けないじゃん。昨日、あれが入ってんだから。入ってない、入ってない、やだ。行けないで、ここは。いいから、あっち行ってよ。あ、全然いい。行けないで、ここは。あ、マーさんのなんですね。マーさん、それ。何日だろ、いいぐらいやんないでも。ようやく勉強してみましょう。うるせえ。いて。マーさんも。やで今あるだろ。マーチ、やんなよ。マーチあんだからやんなよ。マーチ。いらねえもの。何でやったよ。どう？ここにパンちゃんだよ、あっちにも。どこだ？もう行ってないで。これ違う、これここに積んだよ、これ。いらないよ、これ。これいらない。これ？あ、これはもう使わないやつですね。うん。あの、ジェイコムのこっち僕がやってるんで大丈夫です、全部。いや、いるのです、それ。いらん、いらん、いるんだよこれ。ダメ書類、はいはいはい、ダメ書類、書類これダメ、まあ、これ何に使うんだよ。あ、これ書類いる、いる。いや、これ何なの。ダメだよ、これ入れちゃダメやでしょ。だからそうそう、ヤクさん吸ってる。逃げがち。貸して書類。じゃあ書類はね、はいはい、はい、あ、じゃあこれね。いらん、ダメだよこれは。何、書類、さっきの書類、あ、はいはい、じゃあ、これ覚えた、覚えた、まーちゃん、それやれ、これ、それ、はいはい、じゃあこれね、はいはいはい、もう一個、あ、あれが書いたんだよ。はい、さばいてんの、おめえは。じゃあ、書類、これ、これは、はい、なんだこれ、いったんじゃダメ、私の、あ、はいはい、もう、これでよね、やっぱこれ、あ、ここダメ、はいはい、失礼を、
書類と。お返しなさいよ。じゃあ、まーさんがほら、いらないと思ったものを、まーさんのやつ捨て、やりましょうか。キクさんのほら、キクさんのも触らない。触らないから。まーさんのやりましょう。私物でいらない。うん。まーちゃん、これ捨てられたら大変だな、これな。そうだよ、私は知らないよ、もう。こぼさない。はいはいはい。箱に入ってて、その中にまたバッグが入ってて。で、またバッグ。あ、バッグの中に全部バッグが、さらに。あ、パトリョーシカみたいになってた。バッグ、バッグインバッグ。ここにゆっくりあるっていうんだ。何が違うの？キャンドゥーみたい。バッグ、バッグ、スクロー。バッグの。スクロー。またスクロー。スクロー。スクロー。わあ、ここすごい臭い。もう全然カビ臭いな。うん、カビがすごいな。あれのケースに、シーシャーケースに、メガネない。いや、見てみよう。マックダメよ、マックさん。あ、ちょっと、マサ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 。メガネ。おい、どうすんだ、おめえは。いや、待って、おめえは。あ、だだだだだ。騒いでるのこいつら。メガネ、そこに行けばここにあるやつ違うんですか。メガネが欲しいですか。キクさん、メガネ。そう、メガネ。どのメガネ。これじゃなくて、こういうメガネじゃなくて、こういうのじゃなくて。もうメガネ、これにさっき見たじゃん。メガネってこんなの。なんだよ、終わったから。これね。ごめん。いや、いいから、手やるからいい、準備やるのに。メガネ、これにありましたか。こいつはボロボロの財布。国安さんとかの。そうなんかよ。あ、ほこりがすごいな。うん。持ってきた。知らねえや、女の。バカ。何色のメガネか分かりますか、キキさん。ほら、ここに柏市にはめてたメガネ。柏にいるときに。どんなんだっけ。あ、そのうち出てくるんだよ。それ。いや、なかなか、いや、みんなやったらいいやもん。疲れたもんね。疲れた。あ、でもだいぶ綺麗になりました。また。もう疲れたもん、これだ。メガネって。それ全部マスクですね。あ、いやー、こんないいところ。あれ、みんなで。ちょうだい。これ、もらいましょうか。もらいましょう、みんなで。店員ってこれ、あれ、一番高いところください。だって、俺がね、もし、二人死んじゃったらさ、これどうすんだ、ここね。そういうの考えないと。だから、それは業者がやるんですけど、その業者呼ぶのはお金かかりますからね。そういうの考えちゃうな、こいつは。分かった、これあって。うるせえ。本当にこいつ腹立つ。これ、チェアやってくれ。まあ。そこの配置もまさやってた、はい。僕らが友人にやんないと、二人きりになるとまさか本当にやりかねないから。こうやって。まだあの。ねえ、ちょっと整理して、テーブル配置して。はい。で、終わりにしましょう。はいはい。そこに行っちゃダメだよ。ポリスクで教えるだから。うん、いじっちゃダメ。あ、またマーさんに怒られるぞ。いや、殺さないの、本当に。マーさん怒っても止めねえぞ、もう。
わあ、すごい綺麗になった。あ、ほら、全然違うんです。ああ、だいぶ場所だ。ほら、だいぶ、すっごい。これと全然違いますね、じゃあ。頭痛いな。うん、ここすりすぎた。ここすりすぎたね。何もするって、すみません。だから、一応、お前すんだから。具合悪くなる。すごいな、また歯ブラシ。歯ブラシがすごいね。なぜあんなに歯悪いのに歯少ないのに歯ブラシが過ぎてもう勝手に満足するんだよ。なるほど。これ何？ん？何それ？重い？全然重くない。謎だな。もう分かんないもんつけ。誰も分かんないものがあ、まさにいいっすよ、そのままで。まだ微笑しないで。まちゃん、これ。うさい。黙れ。なんで国吉の金がないんだよ。俺は涙んだよ。おちゃんかは？またどっつかれるよ。もう助けないよ。ちょっと待って、金さんのおりっぱな。はい。国吉だ。今お世話になっているのはマーさんなんだから。ねえ、おちゃんぱ、私買ってきたな、あれ。じゃあ買いましょうか。じゃあ、あの店見つからなかったら。うん。待って、ピナさんどこやったの？忘れちゃったの。だ、うるせえな、お願いが。あ、どつかれるぞ。え、鍵。ねえ、鍵って何ですか？あ、もう、そのアパートの鍵です。あ、昔の家のアパート。何やろ、もう。いらないやつなの、この。違う。いらないやつなの。違う、車の鍵だよ。いらないやつなの。そ、う、れ、ん、持ってねえよ、俺、バカ。でも今、マーさんのお世話になってんのから、もうセロもそこの。あ、でも、うちは乗ってない車の感じです。あ、そうそうそう、うん。乗ってない車を、国屋さんに来た。じゃあ、国屋さん行けよ、お前。死ねえ。死ねえ。死んで、お前、行ってこいじゃん。国屋さん。いや、まずおちょっぱい探しといてよ。いいね。おちょっぱい、ごめん。おっ。おってなった。それに傷じゃないといけねえんだけど、明日。そう何？靴下ないと明日。あれ大丈夫だよ。一番長くなって。俺これ裸足行くんだ明日。靴下どこ行ったの？全部こうなった。だから投げた。あ、じゃあ後ろ待ったんだよ。全部投げた。もう臭いから、もう臭いし、かびてるしもう。じゃあ行かね。行くな。こっち来たか。明日何があるの？あ、電気代と。うん、これ払ってくんですよ。ん、電気代払うの、うん、スケジュールしてるのか。邪魔するよ、全部。電気代払うのってスケジュール入るの？しかも、しょうがないよ。ゲームのキャラと一緒だって。今日は電気代払う日っていうコマンドを押したら一日終わっちゃった。今日は電気代を払ったぞって言って終わっちゃった。だいぶ気になりました。よかった。全然違う。すいません。よかった。違いますよ。だいぶね。一人でやらせたら今度できないもん俺。確かに。できない。いや、でも、マーさんが怒ってくれたから。ああ、もう。確かに。あれから急に。何なんですか、うん、出てったんです。絶対もう、うん、終わりません。うん。もしかして。マーちゃん本当に安全靴下してたんだから。マーちゃん弁償だよ。うるせえ子になるって。じゃあ、俺の体はじゃあ弁償しよう。あ。じゃあ、もしして。うるせえ。じゃあ、靴下こっちへ支給します。こっち来た。てめえのネックレスはねえんだ。今、ネックレスみんな、はったげてるから、全部。バラバラにしちゃう。じゃあ、でも今やってる。見かけたね、おもんながら、あんた、来るかな？あの、殺すかな？うん、殺せ。まあ、仲良く。ね。うん。今日はもう、ね。みんな買ったらみんな歯殺しにしよう。それは教えてください。いや、本当全豪シーな可能性あるって。バンさん多分半分で止めれる人じゃないよ。よかった、国吉さんの。なんで国吉さんの？何だよ。いらないよ。うん、いや。みんなそうやったってんで、なんか、国吉さんの着たいあの洋服とか、もう腐ってもう、食べてるの、それも、柏で持ってって、あ、それずっと取っといてたの。取ってずっと取ってて、臭くなっちゃって、もんでもん。これとハサミなかった？ハサミはいっぱいありましたよ。ハサミはいっぱいある。その服は捨てたんですか？結局国屋さんの。全部さ、はい。ああ、でも今はそれで落ち着いてるんですね。でも、だからまあ、
してみんな言われて、まあまあ、何思い出なのか分かりますけど、取っといてもしょうがないです。そうです。なんでそんなの取っていくのってみんな、うんうん、もう全部投げちゃった。もうすっごいカビちゃった。もうボロボロボロ。はい、今はもう大丈夫だから。はい、だから大丈夫です。うん、どうですか、岩川さん。霊の数減りました？ああ、だいぶ、もう5000ぐらい減りましたよ。まだ5000いる。まだいるんだ。半分いるじゃないですか。なんでよ。なんで自分が5本、5本、5本で。当たり前だあんなコメントで絶対。これ、キクさんのやつ。あ、これ、うちで買ったやつ。うちの、どうぞ。うちの。あの、うがいとかしたいですそう、これも。うがいしたくないです。これ吸いまくった状態でお菓子ちょっと食べたくないです。うん、なんか気持ち悪いじゃないですか。あそうそう、もう。大丈夫。すごい。鍛えていいから。ゴミ屋敷だもんね。悪霊だ、こいつが。絶対悪霊だ。あ、ね、そういうお家やめてます、こいつが、この家を乗っ取るために、悪霊5000匹追い出したんです、ま、残り5000追い出したら、こいつが多分持ってる。あ、おいしい。あ、いいよ。俺、あの、カプル持ってるから、自分で、あ、うん、立て替えとか。あ、サプルやつでいい。え、そこだと思わないよ。うん、方法的に。うん。ねえ、千葉さん、靴下買ってきて5足もらえ。うん。靴下5足。うん。はい。靴下買ってきてるから。お使い頼まれてた。靴下は、率直に言っていいですかね。ダメ !5足買ってきて、あとタオル5枚ね、お願いします。タオルもいらんでしょ。いますお願いします。靴下5足とタオル5枚。そう。いいです、いいです。あの、3枚でいいです。ダメ、買ってきて、ひばさん。もう何だろう、はい、ちょっと締めときましょうか。あるなど、靴下も。ない。靴下冬のしかない、冬の関係ない。靴下あるだろ。なんでこっち来るんだい。そっちいっぱいあるだろ、靴下。いいや、どうでもいいから聞いてください。靴下あるだろ。靴下いりません。靴下もタオルもいりません。みんな買ってきたのに、みんな何なんだろう。お金払うから買ってきて。靴下いっぱいあるよ。お金払うから買ってきて。またゴミが増えるからダメです。もうそこ靴下だけ。これは僕なんですけど。うん。靴下はやばいだろ。それ、まいちゃんの。あ、じゃあ、これに履け。これでいいよ。そっか、靴下ありすぎだよ。はい。私、まいちゃんの履けないよ、こういうのは。いや、別に買ってくるのはいいけど、もうそこ靴下全部捨てるよ。だって、あれ、まいちゃんの。あ、あれでこれ。これ、あれで。これ。あ、オレンジの、はい、うん、これあります、いいです。うん。あります。つか、靴下、買いすぎだよ。そんないらないよ。タオルもある。まだいっぱい。いや、タオルもね。はい。おとどししたもん。はい。タオル買ってきてごめん。はい、殴るよ。いや、お金払うから、ほんとに。まあ、お金払うかって、またゴミ増えるだけでしょうが。またやったから。ゴミ増えたら。ゴミ増えたら、また。だいぶ増えないから。お面とか叩き殺して、うん、全部どかしちゃうから。タオルどこある？タオルいっぱいあるでしょ。首にかけるタオルってことですか？あ、そうです。ああ、ハンドタオルみたいな。あんな臭いタオル持って。いいな、だって臭いんだから、全部。ハンドタオルもいらん。臭いかな。もう、ボスの嫌なんだから、みんな見てんだから。うん、汚ねタオルを押してから。あ、うん、でもあなた、ダッチワイフもしない。が正解なわけない。あ、位置が元に戻ったんですよ。結局元の位置に戻っちゃいましたか。また戻ってもダメだ。一緒だよ。やっぱあの位置じゃないと落ち着かないんだ。そっか、頭に電気流すしかねえんだよ。そんなわけないわ。しょうがねえじゃん。一応ね、あのこっち側はね、うん、物は減ってるよ。うん、今日置いちゃったからなんか。またそう。あんま変わってると見えちゃうな。うん、一緒じゃねえか。今日はもうお前ここに寝ない。お前今日ここに寝ろ。今日はもう一緒にここに寝ません。うるさい。目線寝ろ。やるね今日は。うるさい。やるね。やるんだ。もう知りません。岩川さんじゃね。あれ？
なんでなんで僕なの。いやしょうがない、もうこんだけ揉めちゃったから岩川さんお願いします。はい、ちょっと邪魔してもらえますかね。もう誰か凄腕の脳外科医の人いない。どうした気ですか。頭に電気流せばあのホモの人が女性に興味持ったりとかもできるんだって。流す場所さえ分かれば。今のご時世いないいいんだよ別に。どうせああいう。だからホモの人は別にいいよ別に。僕たちに迷惑かかんないし。だから動けって言ったらその動く場所とかに電極埋めとってピッておこたわせばちゃんと動くようになるんだ。え、それ正規のそのちゃんとした治療なんですか。あ、今は合法なのか分かんない。予報じゃねえ。そこ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 面白い、いやとても面白い、そこそこそこチャンネル終わりです。ありがとうございます。